お疲れ様です。本日は3月5日火曜日朝6時の相場解説になります。今、日足を見ていただいてますけども、日足を見るとね、この2週間余りですけども、この間で推移していることが分かりますよね。上が150円の839、下が150円の101、もしくは150円ジャストあたりなんですけども、この黄色い箱ってのは、だいたい80ピップスの上下を持ってのレンジオプションになってます。まあ、それはわかりますよね。上昇トレンドでも下落トレンドでもなく、この箱の中に収まっている。そして今後も概ねそうなっていくだろうということでございます。はい。そして4時間の方を見ていきましょう。そのレンジオプションの中にあって、4時間で見ると、さらに、こういうふうな箱がね、作ることができます。で、おおむねその7割ぐらいが、この箱の中に偏ってるわけですよ。つまり、このあたりに値動きが来ても、急速に、こちらの箱の中に戻るよねってことです。それを前提にずっとお届けしてましたね。例えば、150円を超えたら、バイでエントリー。それでおおむね利益が取れたわけですよ。で、かといって、天井ですよね。150円の839。まあ、つまり151円を目指すんだけども、その直前で下の方に戻っていくよねっていう。これに基づいてずっと利益を取ってきたわけなんですが、じゃあ今日はどのように進めていくかってことですけども、基本的には方針は同じです。その中で積み上げたこの4本のね、プライスがありますよね。ここと、ここと、ここと、右の方を見てくださいね。で、このレンジの時代ってのは、去っていきました。そんなに長くはなかったです。ここも、言ってみれば、通過点でしたね。一番長いのが、ここなんですよ。で、今そこに来てます。昨日なんですけども、昨日は、このレンジを下から上まで使ったってことになりますけども、まあ、それからね、今日はこちらの方に進んでいって、まあ、おおむね、半値ぐらいまで、まあ、4割ぐらいまで、帰ってきたかなってところです。まあ今日も基本的にはこのレンジでやっていくことになると思います。150円の356から150円の839までの間のレンジオプションです。で、昨日今日と同じマーケットを共有してますけども、今日の24時に、まあ、大型の材料入りますので、また明日はね、また別のマーケットが動くと思いますけども、今日はこれで昨日と同じような方針でやっていきましょう。それではね、じゃあ今日、ここから一体どうすればいいのかってことですけども、ここからエントリーするんだったら、まあ、バイを狙った方が、その蓋然性は強いでしょうね。ただ、ここから下の方に反転して、跳ね返って改めて、このように動くってこともあり得ますし、もう一回、こちらの真ん中のレンジにね、戻ることも全然なくはないですからね、こういうの。まあ、それぞれ、リスクの取れる方は、ここからバイを仕込んでいく。リスクの取れない方はもうちょっと値動きを見て、上の方にまだ継続して動くようなら、そこから改めてね、エントリーをバイで取っていく。逆銘の方に触れて、こちらの150円の359を目指すようならば、ここの反転ポイントを狙ってエントリーするかどうかを決めていくってことになります。それでは。